の里初優勝おめでとうございます。デビューからわずか1年で初優勝を決めた大の里、スピード感のある攻めと馬力のある立ち合いの鋭さは群を抜いて際立っていた。後半の平戸海に負けた後からの取り組みでは、立ち合い前の眼光の鋭さが増してきていた。本名は中村大輝、身長192センチ、体重181キロ。好きな食べ物は魚、特に海鮮丼が好物です。趣味は寺社巡り、散歩。平成12年6月7日生まれ、23歳。もうすぐ誕生日ですね。大の里が所属する部屋は2022年6月5日に師匠である元横綱稀勢の里が地元茨城県阿見町で開いた部屋。とても新しく、土俵が2箇所、トレーニングルームやサウナも併設された非常に環境の整った部屋になっています。大の里は石川県津幡町出身。石川は横綱輪島を生んだ相撲が盛んな地域であり、相撲の経験者である父の影響を受け、小学1年から相撲を始め、中学は新潟の能中海洋高校を得て、大学は日体大で相撲の経験を積み、3年4年生で2年連続アマチュア横綱という偉業を成し遂げています。その後、令和5年夏場所幕下10枚目格付け出しで初場所、成績6勝1敗。令和5年7月場所東幕下3枚目成績4勝3敗。令和5年秋場所東十両14枚目成績12勝3敗。令和5年11月場所東十両5枚目成績12勝3敗。令和6年初場所西前頭15枚目、新入幕敢闘賞受賞。令和6年3月場所西前頭5枚目、敢闘賞並びに技能賞受賞。令和6年5月場所西小結幕内優勝並びに殊勲賞技能賞を受賞。新入幕から3場所連続11勝以上であり、近い将来大関昇進、そして横綱への期待が高まります。